徳川軍の献身的な働きによって姉川の戦いは織田・徳川連合軍の勝利に終わった。だが喜びもつかの間、家康のもとに恐報が届く。甲斐の虎、上洛へ動く。戦国最強の武田騎馬隊を擁する武田信玄が大軍を率いて南下。徳川領の遠江に迫っていたのである。信長から東の守りを託されていた家康は、信玄を止めるべく一言坂で前哨戦に挑むも敗退。だが家康はくじけなかった。大切な宝を守るため虎の足に必死にしがみつく。徳川の将、三方ヶ原の戦い。と武田の兵力差は明白。天松城に籠城し武田を迎え撃たん。武田軍本城を素通り、三方ヶ原へ向かう様子。おお、これで戦国最強の武田軍だと戦わずに済んだわ。あとは織田の方々にお任せすればよい。
天軍、出陣の支度をせよ。しかし武田にはとても。わしや皆が今日まで耐えてきたは何のためか。織田の背後を守るが徳川の役目、その役をおろそかにしては徳川家は滅亡の道を進む。陣ぶれせよ。不服のある者は城に残っても構わぬ。お主たち、織田の背後を守るのが徳川の役目ならば、殿のお背中を守るのが我ら家臣の役目。皆で力を合わせ、信玄公に一泡吹かせてやろうではないか。ことなど百も承知。徳川のため、避けられぬ。おお家康、わざわざのお出まし痛み。主力の姿が見えません。は一旦引き様子を見るべきか。ならん。目の程度では信長公は納得すまい。武田の力をもっとそぎ落とさねば。意外と頑張るね。信玄公の首は目前にあり。勢いに乗じて武田本陣をつけ。戦は勢いだけじゃ勝てんよ家康。兵を伏せておったか。だが危険。武田の将を討ち取るのだ。戦に挑むとは勇敢な将だ。我が年次の記憶に留め。殿は我らを徳川を守るために戦っている。その思いに応えずして、何の三河武士ぞ。勇ある者は本多平八に挑め。影の刃はかわさない。わしにも辛き戦をさせてしまった。だが徳川が生き残る道はこれしかない。敵将討ち取った。武田の損害少なからず。これで信長公への義理も立った。皆ももはや限界であろう。天松城に速やかに撤退せよ。開門。釣れないの家康。わしがやられたまんま背を向ける敵を逃がすと思うか。我らはまんまと三方ヶ原に閉じ込められたのか。勝利条件変更。沈む。信玄公に
してやられたわ。中央砦まで逃げれば攻撃も逃げようか。退却を主の道は影が死守する。妨げる者をこのトンボ切りにて薙ぎ払わん。しかしこれにあり、どういかもはや身体極まったか。我こそは徳川家康、大将首取ってみよう。逃がすため敵の目だ。お前なれば中央を取りで闇に眠れ。中央を取りで敵は皆地兵、軽々しくは当てないね。もう少し疲労を待って背後をつこうか。貴様、我が名字の記憶に留めた。闇に眠れ。敵将は討ち取った。敵勢の少ない追い分け橋にお引きあれ。あとは任せる。わしは追い分け橋より天松城を目指す。やれやれ、俺んとこに起こしとは。仕方ない、お会いでしましょう。誠に見事だが、家康公は見逃せぬ。開門。承知。学校無事で。まだ何か手があるやもしれん。諦めよ。どうあがいても貴様らは信玄様の支柱。なぜ平然と引いていける。
かせやれ。ある者は本田平八に挑め。任を遮るように罪な闇に滅す。命を失っても何を望む。平和の安泰、いやそれ以上の皆の命を背負い歩んだ先に大変。勝ちのことよ。
慶喜、忠広、正義、定治、我ながら未練がましいことよ。この者らを死なせたのは他ならぬわしだというに。死んでいった者らも浮かばれましょう。我が宝よ、情けをここに置いてゆく。もはや立ち止まりはせぬ。麦と罵られ異常とそしられようとも、死んだ者の無念を背負い、生ける者の命を背負ってひた進むのみ。戦なき太平の世へと。